おはようございます、本日もですね、平凡な一日をやっていきたいなと思います、ただいま時刻が10時32分で、今から寝るんですが、今からですね、ネット甲子園を見てでそこから寝るので、おそらく火が回るか回らんかぐらいからやっと寝ると思います。ではおやすみなさい。おはようございます、最近あんまり寝癖が仕上がりませんが、ちょっと髪の毛が長くなってきたからでしょうか。では準備していきます。ほら、ありがとう、気をつけてね。はいはい、ほんな、はい、カードが残っています。あの T シャツを送る U パックのレターライトがもうなくなったんで、追加で発注した分が今届きました。がっつり〇〇って本名出てたんで、そこはもう P でごまかしておきます。では今からはですね、今日はですね、雨やったんで嫁蔵を送って、多分平凡な一日では一回もそういうシーン流したことないと思うんですけど、まあ、実は結構雨やったら送り迎えするっていう感じで、運転手にならしてもらって、でまた今日も5時か6時ぐらいにお迎え行くので、まあ、それまでに自分の用事を済ますっていう感じになっております。なので今日はちょっと時間が短いですが、まあ、ジムが2時間ぐらいあるので、って考えたら5時までって考えたら、あともう6時間もないので、今日は6時間以内に編集とかなんやかんややっていきたいなと思います。はい、じゃあまずは洗濯物でもしましょうかね。以上、ゴミ出しでした。それではただいま10時ぴったりで、今日も遅めのオフィス出社です。今日はやっぱいろいろ送り迎えさせてもらったりとかいろいろあったんで、なかなか準備できなかった、まあ、こんな日もあるっていう感じですね。でも米も炊いといたんで、まあとりあえず昼までガッと頑張って帰って昼ご飯食べて、でそっからジム行こうか、それとももう一回編集するか分かりませんが、まあ、なんせもう5時半ぐらいにはまたお迎え行かなきゃいけないので、しかも今日雨やから行ったんですけど、なんか雨は止みだしつつし、まあ、嫁さんはやっぱり持ってるなと思いますね。でその後なんか今日はスシロー行きたいらしいので、夜ご飯スシロー行くんですが、明日仕事休みなんで彼女は、
多分テンションマックスで帰ってくると思います。それまで主婦の旦那は頑張って編集したいなと思います。では行ってきます。出社です。ではですね、昼ご飯食べてちょっと眠くなってきましたが、現在が12時48分で、このまま行ってしまうと寝てしまう可能性が非常に高いので、歯を磨いてちょっとダイソーに電池を買いに行きたいなと思います。あのブラーバのキューブの電池がなくなったので単に電池を買いに行きます。そして体を動かして目を覚まします。それは無事帰ってきました。買ってきました。もうとにかく暑いし、もう服も臭くなってきたんで着替えたいなと思います。はい、それでは着替えました。はい、ではそれではですね、今4時なので今からジムに行きたいなと思います。お迎えが5時半か6時なんで結構急がなあかんかなって感じなんで、急いで今から着替えて嫁とお迎えに行きたいなと思います。はい、それではジム前着きました。今からガンガン筋トレしてサウナで決まっていきたいなと思います。じゃあちょっと追い込んでいきます。いきます。はい、それではジム行ってきました。結構僕月に20日間ぐらいはジム行ってるんですけど、その割には体は全然締まってこなくて、なんかあんま大した体してないんですけど、まあサウナが楽しいので、まあほぼほぼ毎日行ってるっていう感じで、でサウナパッて上がった瞬間携帯見たら嫁蔵から仕事終わった迎えに来てって来てたんで、今5時50分なんですけど嫁蔵を迎えに行っております。で今日はですね、特に途中で間食とかおやつ食べてないので、今からスシローが楽しみやなという状況です。では今から嫁蔵大好きスシローに行ってきます。今はちょうどなんかウニ習慣かなんかやってるみたいなんで、多分おそらくそれを食べると思います。では行ってまいります。はい、それでは自宅帰ってきました。ただいまが7時10分です。もう、風呂も入ったし、寿司も食べたし、あとはクリア朝日を飲んで終わりたいなと思います。では見てもらってありがとうございました。